まあ確かにそれが。部屋割り、ああ、そうか、そういえば。同じです。ああ。出るんか。都市伝説、オカルト掲示板、おかいたっすね。元住職。あ、一軒。黒ずんだ長生き箱。奇妙なミイラ。足は日本だったんだ。なるほど。ああ、って書いてあったよな。データベースでも。対象。開けないように。面白がって。外国人留学生。ああ、たたりか。グエー。行方知れず。半分。お。男の慣れの果て。偽物小屋か。過酷な運命。カルト教団。匂いますな。孤独か。うえー。聞いたことあるな。もう聞いてるだけで。ご神体か。アシュラか。
おお、逆賊か。すごい。関東大震災。あー、そういうあれか。それも都市伝説。うん。日本滅ぶです。怖いな。うん。即身仏か。うん。オフレポ。なんだなんだ。ああ。おっと。兄弟の子孫。ああ。なるほど。なるほど。孤独。うん。うん。予知能力。ああ、そういうことか。大災害の予言。うん。回避か。うん。利用価値か。うん。天才。うん。ああ。人面相。ムーベーで見たな。まあまあトラウマっていう。人面相。うん、あれはねすごいよね、見た目が。おお、その設定は知らんかった。ああ
ほど、そういう、これがあれなんだ。カルト教団か、そういう路線か。双子に、うん、10万人以上、うーん、関東大震災、罪を償うために、人々の役に立つために。ああ。なるほど。矛盾。ごめんなさい。そう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 。都市伝説。別パターン気になる。拡散していく中で、ああ、はい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 、あるよね。それがない。不自然。両面、ああ。意図的に投稿したもの。ああ。ああ。秘密結社。そう、あー、なるほどな。あ、でもなんかありそう。助かる。確かに。望み通り即死になれた人は一部の
なんか難しいみたいな書いてあったよな、そういえばデータベースでも。うん、うん、集落がなくなったり存在を忘れられつつ、まあそうか、でも長い年月が経つと法律的に、ああ際どい年代だったんかな、うん、明治とかだと思う、うん、死体損壊、死体遺棄ね、うん、なるほど。ミイラね。うん。まあ確かにな。誰かが動かしたか。どこにある、うーん、それは俺もそうだよな、この中にはいるんだろうけどっていう、うん、動かした人物か。うん、消えて得をする、消えて得をする人、え、消えて得する人、あ、なんか手紙出してきたやつ、うん、プロジェクトチームの全員、あ、そういう、そっち、ああ、誰の立場でもそんな得にはない。ああ、そっち？うん。ああ、そういう考え方か。うん。都市伝説。消す動機になる、殺害する動機にはなんないんじゃないかな、うん、ああ、なるほどね、うん、神話の両面ですか、うん、あの行動、ああ、これかな、うん、一般的な視点で判断する、真偽を確かめるか、あー、どっちだろう、こっちかな、うん、うん、捏造か、まあそうだよね、うん、考古学者、
まあそらそうよな。なるほど。こだわりすぎてる。ツタンカーメン、黄金のマスクを持ち去る理由は金銭を得るため、コレクションに加えるため。単純にコレクション、まずシンプルにいくならこっちか。闇ルートとか使わないとあれだ。マジマックのヤフオクには出ないな。珍しいしな。確かに。金銭的な価値、目をつけそうな人物。これも話になると一択なんだけどな。相川さんはまずないだろうな。堤さんも、ヒステリックになって水とか。でも超わかりやすいのはやっぱこの人だよね。そう。そういう話も出てましたからね。金銭か。確かに。そうよね。発掘だよね。両面少なまに、まあ徳川の埋蔵金とかね、そっち方面なんだろう。少なじいさん、いいな少なじいさん。専門分野。あ、そうなんだ、違うんだ。ウェブ？ちょっと教えてほしいけど、そこ。まあそうだよな、水こぼしたくだり嫌だよ、それは。
本物。不自然な点がなくてマジか。まあ、スイネさんが言うんだったらそうなんだろうな。感情論か、まあ、人間ね、誰しもが、体調にね、そうだよね。え、もしかして一人じゃないってことかな。協力者も。大きなね。すげえな、そんなにか。誰かがね、そういうことやっちゃうとね、なんか同じ、ね、人とかが全体的にバッシングされるみたいな。そうか、あったんですね、過去に。密造に関係してる。なんだ。なるほど。ああ、そうなるか。ん？俺じゃないの？はじきっていうの？すえき。